ということでやっていきましょう。マザーです。お、すごい、この崖っぽいやつ。感想がそれだけ。これでちょグッズ見ましょうよ。グッズ、地図だよ、地図。2つなんか点があって、サンタクロースステーション。サンタクロースですか。はあ、なかなか生きのいい名前ですね。すごいね、こんな崖んとこ行くんだね。敵そして出てこないっていうね。あ、変な洞窟、あったあった。変な洞窟言ってたね。すごいね、曲。なんだろう、なんか聞いたことあるな、この、トゥ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 、なんか聞いたことあるような。でも、いい意味で。何これ。変な岩。何これ。何だったかな、なんかに似てんだよね、この曲。何これ。ボスか。一応大丈夫。一応大丈夫だと。ちょっと待って。特に奥とかもない。なんだこれ、うんこみてえじゃねえか。逆に。那須彫刻の森美術館とかにありそうなやつ。大丈夫かこれ。話すん？違う。チェックか。テッシーの心に何かが問いかけてきている。どういうことだ？あ、ここで、テレパ、そういうことか。これか。神の尻尾はどこにある？という声を聞いた。あ、ってことか。これが神の尻尾なの？これ。え？神の尻尾、神の尻尾を持ってこいってことか、ここに。神の尻尾？お前が尻尾だろっていう。え、ここをさ、でももう、あ、いける？いけない。お前が神の尻尾だわ。あ、ここでも、あれ、いけなくなくない？どっかからいけるのかな、別の。こっち？いやいや、いけない、いけない。あの、橋のところから分かれ道はない気がするんですけれども。あれ？いや、還元令解かれたみたいな。おー、すげえ、後ろ、すげえ。変な岩、見物。還元令解かれ、うわー、だるー、超だるい。笑ってんじゃねえよてめえ。ありがたいけどアイテム取らなくて。ありがたいけど笑うなや。これでも右行けなさそうだよね。これ多分行けないのよ。もう還元令解かれたって言って、これは、こっちから行けってこと？ここから違うわ。もう一回行くと解かれてんのかな？まあまあわかんないけど、バイオムガで絶対毒持ってるこいつ。絶対毒持ってる。まあでもさ、バイオムカデって言うとちょっとあれだけど、普通のムカデもなんだったらバイオムカデですけどね。お前がバイオムカデだ。これパンで言うと、お前食パンって言っちゃダメだろみたいな。みんな食べるから、食すから、パンは基本。これたまたまパンくずっていうところでマザーではなってるけど、お前が食パンって言ったら他のパンどうなるっていうね。なんか私だけ食べれますっていう。で、お前バイオ、お前はバイオって言ってるけど、どういうバイオなんだと。そこをさ、言えよっていうね。で、アンパンだって、アン食パンじゃない。食アンパンじゃないですか。
それ食べられることを前提に、みんな特色出してるのに食パンって、バイオムカデっていう、お前みんなバイオしてんだよ。だからこいつのバイオスネークだよ。バイオスネークに出そうだな、後から緑で出てきそうだな、出てくるなこれな、色変えた的な、斜め、この斜め歩きを、ててごめんごめん言っちゃうのよこれ、テンション高いと言っちゃうのよこれ、言っちゃうのよ。だって金持ってるしこいつな。いや、お金もね結構溜まってするよ、溜まってるけど、実際次の町とか着いたら足りないのよ多分。最初のマザーズデイの町で最強の武器が500だったでしょ、多分次2000とかなんだよ最強の武器が。で多分防具とかも出てくんじゃねえかなって思ってる、出てきてほしい、しかもそういう希望なんですよね。うわー、だこういうのはやめた方がいいな、ショートカットできんじゃねえかって思っていくのはやめよう、今後ちゃんと正規の道を歩いていこう。正規の道、還元でいい。てててんてんてててん。あれ？ちょ待って。そうだよね。ここ見え、まあまだいけるよな。警察がいなくなれば、多分通れるんだけれども。町長さんが口聞かせてくれればいいのよ。還元令敷いといてもいいけれども、テッシーが言ったら通してやれよと。今トゥ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 言わなかったね。さすがに今俺が喋ってる途中だったから、それはそうよ。いやもう動物園に比べたら、動物園の敵にね比べたらすげえ楽だわ。タイガーとかもういいっすわ。もう一度チェック、どうなんすかおまわりさんと。 OK。 動物園の東の端、ないけどな、もっと北ってことなのかな。逆にそっちから行けちゃダメじゃねっていう話じゃない。なんでここ通してくん、ここ町あるんだから一応大丈夫じゃん。町がなんかおかしくなってんのかな今度、動物園レベルで。さらに北にあるってことなのかな。これ結構でも歩いてきてますけどね。動物園の東にある町、いや橋を通りなさいって。あと会心の一撃は多分攻撃力、会心の一撃はどうなんだろう、攻撃力アップというダメージアップみたいな、ダメージがプラスアルファアップみたいな感じだよね。防御無視とか攻撃力が2倍になっての威力ってっていうことじゃなさそう。ちゃんとレベル上げて防御もしっかりしてれば基本大丈夫っていう流れかな。これが東、神の尻尾ってなんすかね。神の尻尾、マザーズ、それかもうマザーズデイで神の尻尾がもらえて、あそこで使ってどっか移動するみたいな、そういうことかいな。どういうことなんだろう。行けるとこは多分なかったと思うんですよね。
全体攻撃ギラみたいのないのかな。ギラ欲しいな。でも PP4 ぐらい使いそうで嫌だ。だそれでチェーンクロスとか、ここ行けなかったんだよね、下とかね。チェーンクロスとかブーメランがすごい画期的だったのよ。一人パーティーでも一気に敵を減らせるっていうのがね、ドラクエ5。あ、でもこっちか、多分。そしたらこういう敵が出てきてるから、サイコブロック。あー、なるほどね、魔法トーンね。もう全部ドラクエで例えていきますから全部ドラクエでいく。あ、いけねえわ。いけそうでいけない。ってことはやっぱり神の尻尾が必要なのか。神の尻尾イベントみたいなのってありました？でもないよね。蝶々ないよね。蝶々ロープってこと？そんなわけねえか。でも使ってみる。ここはもう上とかはいけない。斜め移動でもいけないでしょ。絶対いけないよ、これは。いけない、いけない、いけない。でこっち来るともう岩なのよ。ここになっちゃうのよね。クロープ使ってみます。なんだろう、わかんねえな。こっち、お、いけなかったもんね、こっちね。いけないっすもんね。崖の上とかがいけたりすんのかな。なんかボス、なんかのボス戦みたいな感じだな。これ使う？違う。おめそれちげえよバカって思われてる。そうじゃねえんだよと。神の尻尾はどこにある？だ、曽祖父の日記でなんつってだっけ、メモするつってメモしてねえんすよね、例のごとく。神の尻尾はどこにある？動画見直しますか、自分の一番最初の動画ですよね。いや、全く覚えてねえわ。なんかなんかにありそうな詩みたいなやつでしたよね。船、ノアの箱舟見て、箱舟がどうのこうのみたいなって感じでしたっけ。だからバイオさん、バイオさん違うのよ、バイオさん違うのよ。かといってこれもう行くところが他にはないのよね。上はいけないから下行ってみますか。いやー、なかったと思うんだよな。まあこうやってね、敵倒してお金貯めて、さっき言ったように2000ゴールドとか必要になったら困るからねみたいな。ここのことなのかね、船が。なんか丸が2つあるけど、ここになっちゃうんだよね。もういけないっすもんね、これ。スッて行ってもいけないっすからね、これ以上は。そうですよね。なるほど。ああ、ここでテレパシーのことを教えてくれてんのか。はあ、はあはあと。オッケー、じゃあちょっと
っと一瞬自分の動画を見直してきます。ほい、ということで、見直してきましたと。で、なんだったら持ってきましたと。一回帰って忘れちゃうとあれなんで。で、雨かける船の忘れ物っていう、そう、神の尻尾はどこにある、雨かける船の忘れ物でしたと読めたと。どうなんすかね、逆に。いや、っていうのも逆に、なんか選択肢とか出なかったと思うんですよね。なんか入力しなくちゃいけないとか。この曽祖父の日記を持っていることによって発動する可能性もあると。そう踏んできたんですけれども。いやー、微妙な気はするけどね。っていう。まあ。って言ったり来たりで、まあ行ったり来たりで、おお、そうそう、お金も貯まるし、レベルも高くなると。これはこれですごいありがたいですよね。オッケー、行きましょう。どんどん。もう今のとこ敵はいないっすね。もう今だったらあのタイガーすらもディフェンスアップを使わないでいけるでしょうと。これでただ何かイベントが起きたとしても、どっかしらいける。ああ、だ、還元令が解かれるのか、真ん中のこのトゥン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 って、なんかのボス戦っぽいんだよな。まあいいや、すげえ似てると。グッズじゃない、サイキックテレパスイという声を聞いた。あ、来たわ。テッシーは曽祖父の日記の中から続きの言葉を見つけ読み上げた。見つけってそれしかねえだろ。雨かける船の忘れ物。お、え何これ、神の尻尾か、これ何これ、猫ちゃんみたいのいるけど、コアラか。俺は泳ぐ猫、弱い子に勇気と力を与えるキャンディーを知っているかい。いや、知らない。そうか、でも君は強い子だからいらないな。いや、いるはいはい。へえ、何それ、どういうこと。弱い子、女の子連れてこいってことなのかな。どこよ、ここ。なんかマジカルトロピーみたいのいるよ、これ。え、みんなマジカルだよ、これ。ちょっとかわいいな。ヤシの木がちょっと腐りかけみたいな。あなた変な感じの方ね。でも憎めないタイプ。え、どういうことこれ。急に別世界来たけど、これ家っすね。赤い草を引っこ抜いて泉につければなんとマジックハーブになるんだよ。赤い草を引っこ抜いて泉につけ、マジックハーブですか。早いな、お前動き。この壊れたイヤリングを泉に持って行って魔法のイヤリングにするの。へえ、壊れたものが直すみたいな。魔法の泉。私一生に一度でいいからお城に入ってマリー様のお顔を拝見したいわ。マリー様、いらない単語じゃない、知らない単語がいっぱい出てくる。お城、これおっさん。僕モノマネがうまいんだぜ。テッシーの銀行口座に2428ドル振り込んでおいたからね。お前が使った分と差し引きで。これがここでセーブできると。オッケー、ナイスモノマネ、すげえナイスモノマネ、すげえ面白い。そうやってモノマネってことを介してセーブしてくれると。あ、だからこの世界では電話とかがないってことか。なるほどね。
でっかいフクロウはいるから、いやもうあの下の方についてますけど。じゃああんたのキャッシュカード、はい、ちょ待って、どういうこと、どういうこと、あデカ袋あんたプレ、デカ袋使う、ちょデカ袋からマジックハーブを取り出して使った、マジックハーブ HP 回復したよ、何これ、ちょ待って、お前金抜き取られたか、もしかして、ざけんな、2400ぐらいあったら、あったら、あれお前、あ戦わないとお金のことは言ってくんねえのか、キャッシュカード貸してくれ、金持ってねえとキャッシュカードから下ろされんのか、お助けじいさんを呼びたかったらマリーの泉に行くのだ、心の叫びでやってくる、心の叫びだ、全然わけわかんねえ、わけわかんない、お助けおじさんってどういうこと面白いな、すげえ、なんで一つだけ色が違うんだろう、あそこ、あやや、変わった服を着ているな、おめえ、そんなに目立つ服を着てると魔物が寄ってくるだよと、まあお約束ね、お前変わった格好してるなっていう、あの洋風の RPG だと日本のところ、日本和風のところ行くと絶対言われるっていうやつ、穴があったら入りたいですわ、もしあったらだけどね、ほう、これは何でしょうかね、座ってる、ドンと座ってる、かっこいい私は不思議な荷物預かり人を持ち出す、あ、オッケー、そういうことか、いやでもこう曽祖父の日記は持ってないときついよな、これちょっと待って、どういうことだ、待って、ここから先行くってことなのかな、パンとか売っ、あーやべ、パンやってねえぞ、何にも、もっと南、町、え、道に迷ったかい、ごめんごめん、今教えたのはトイレの場所だった、クイーンマリーの泉ならお城から西に行くんだよ、ちょっとわけわからなさすぎて、クイーンマリーって女王様ってことか、泉の不思議な音を聞くとそれだけで落ち着くよな、泉、西にあると、それが一つのワードですね、よろしいか、もうね、言葉でね実況してる風ですけど、言葉に出して自分の脳みそに入れておかないと忘れちゃうから言ってるっていう、ね、外の世界って何残ったね、なるほど、こいつらはマジカントの国に出口なんてものがあるものかね、あははは、ここがマジカントっていうと、マジカント、どっちかわかんねえな。ちょ、長いからわかん。マジって言うと、マジカントなんだよな。マジカント。会わなきゃ別れもないっていう考えの男にあったか、いや、会った方がためになるぞ。マジか。なんか俺が言ってそうだな、それ。出会いと別れの数は一緒だなって。ちょ、もう一回でも聞こう。はい、俺もそんな考え方してるんだ。あ、そう、森の奥に孤独を愛するギター弾きがいるの、ちょっといい男で、しかもすっごく詩人なの、そいつだな、出会いと別れの数一緒っつってんのは、幸せは歩いてこないと、とだとも不幸せも歩いちゃこねえよな、幸せ歩くか、知らなんだ、みんな詩人だな、ここらへん、災難に出会いたくなかったら一歩も歩かねえことだ、そういうこと、でも難しいよね、幸せとか不幸せって、なんつうかさ、ね、あれこれ、え、
死体歩けましたっけ。ここなんか埋まってた気がしたんだけど、ここ行けると。魔法の国みたいな感じなのかな、ここ。そうすると。マジック館、そうね。マジカンと国が消えてなくなっちゃう夢を見たのよ。まだ心臓がドキドキしてるわ。うわ、これ消えてなくなるな、これ。そう、予知夢だわ。予知夢だよ、それ。予知夢よ。希望のオカリナができたんだ。君知ってるメロディーが流れ、お、ほい。あ、お、あー。希望のオカリナ。デカ袋、デカワンコいらねえのよ。デカ袋、いらねえだろ、デカ袋、これ。ちょっと預けるか。袋を預けるやつ。あれ、どこでしたっけ。ここか、違うわ。ここがデーンって座ってるって言って、ここだな。ここだわ。デカ袋。大丈夫。あれ、ちょっと待って。あ、持ち出すできるよね。よかった。びっくりしたわ。よしよし、いいよいいよ。希望のオカリナ。メロディーを出せる。そう、メロディー、ステータス画面から出せないからね。じゃあ、こっち。広いな、結構広いのよ。おいー。てりてり。これよ、これ。聞こえたかい？うん。なるほど。これ曲完成するとなんか出るってことよね。そうすると、いや、ワクワクしてきたな、これ。いい曲だったし。お前なんかこの国に馴染まない顔してるな。はい、お約束。お約束。どうも。幸せについて哲学してるやつに会ったか。俺っすわ。やつはあだ名をつける名人なんだぜ。最高にセンスがいいんだぜ、有吉よりも。なるほど。結構不思議な国ね。不思議な国なのね。スプーンを曲げちゃったらご飯が食べにくいや。お兄ちゃん元に戻せる。任せろ。お、アンガとパクパクもしよう。おー、止まって。え、マジで。やった。やったぜ、おい。全開ですか、これは。テレパシー使えばできるといいじゃない。なに、この37。37、急に。ギャンブル？怖いよ、これ。私どもも、あなたと同じように、あっちの世界の人間です。はあ。お金さえいただければマジカントの素晴らしいお土産を分けて差し上げますよ。マジックハーブ、マジックハーブがまあまあ30。雫のペンダント、炎のペンダント、大地のペンダント、この3つは水、火、土をなんかカットするみたいな感じかな。これ全部一緒ってことか、多分。マジックハーブ、マジックハーブ人気だな。妖精の腕は、天使の腕は、女神の腕は、なるほど。これは女神の腕輪を買った方がいいパターンかもしんないですね。リクイップだ、装備。女神の腕輪買ってみます？まずは。で、ここお店ってことか。安らぎのコイン、守りいいな。魔封じのコイン、まあでもこれも魔封じのコインかな。察するに魔法が効かなくなるみたいな、そんな感じなのかな。あら、旅のお方、うちでお食事していったら。怖い。
わかる？ポテトサラダ。おお。はい。え？じゃあスプーン曲げよりこっちの方がいいじゃん。え、こっち二人っきり、ソファーも二つある、ここ病院、ここは病院だと。まあ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 、だから仲間がいる時だよね多分。ここは、うちは楽器屋だったんだけど注文したお金らが全然できてこないの。お、持ってる持ってる。あれ、これ使うんじゃないの。てててて、てって切る。聞こえたかい？自慢しただけ。すげえ嫌なやつ。すげえ嫌なやつじゃん。オッケー。あー、でもまだある。これ、あー、あー、なんか出れる出れる出れる。あー、いちょん！ウッド、ウッディ、なんで？あーだ、町の外なんだもうここ。あ、そう。よし、ナイス。オッケー。じゃあ次回この町の外を探索したいと思います。最後までありがとうございます。テッシーでした。